ボンズ、市原 FC は、ボンズ、市原フットボールクラブは、千葉県市原市をホームタウンとする社会人、サッカークラブ。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。通称、ボンズ。1967年創設の小賀電機工業、千葉事業所サッカー部が母体となる。2011年に、ボンズ市原 FC が発足。 2020年に J リーグ100年放送クラブとして承認された。クラブ名は絆の英訳、ボンドの頭文字を勝利の部位に変え、複数型とした造語である。クラブの運営会社は株式会社ボンズ市原であり、サッカースクールなどの運営法人として一般社団法人ボンズ市原がある。1967年に小賀電機工業千葉事業所サッカー部として創設。 1976年から1977年まで日本サッカーリーグ2部に在籍した経歴を有する。2008年にクラブチーム化するとともに SAI 市原サッカークラブへ解消。2011年市原市サッカー協会が主体となって市民球団としてボンズ市原 FC を創設し、再市原を承継した。2012年に関東社会人、 サッカー大会で優勝。2013年に関東リーグ2部で2位となり、2014年から関東リーグ1部に昇格した。2014年、第50回全国社会人サッカー選手権大会で3位入賞。第38回全国地域サッカーリーグ決勝大会の出場権を獲得したが、1次ラウンドで敗退となった。2015年、 関東リーグ一部で2位。第51回全国社会人サッカー選手権大会は1回戦で敗退。2016年、元清水監督のゼムノビッチズドラブコが監督に就任。前期は首位で折り返すも、関東サッカーリーグ一部で東京 23FC に次ぐに、第第52回全国社会人サッカー選手権大会は2回戦で敗退した。クラブとして、 初めて天皇杯出場したが、東京部位に力2で敗れた。2017年には、元川崎のレナチーニョや U-21 ガーナ、代表歴のあるマイケル・タビアンが入団。リーグ戦で13勝3分2敗の成績で、ボンズ・市原 FC に、名称変更後では、初となる関東リーグ一部優勝を決めた。全国地域。 サッカーチャンピオンズリーグ2017はグループ A を3連勝で決勝ラウンドに進出したが決勝ラウンドは3位に終わった2019年に2年ぶりにリーグ優勝したが全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2019は1次ラウンドで敗退した2020年に J リーグ100年放送クラブとして承認された2013年にセカンドチームが 2015年に、ジュニアユースとレディース U-15 が発足。また、ジュニアソフトボールクラブ、ウグイスカイボンズ市原ソフトボールクラブ、ダンススクール、ビーチサッカーチーム、ボンズ市原 BS がある。2015年発足。2017年発足。正式名称、ボンズ市原レディース。所属、千葉県女子、サッカーリーグ一部2015年発足。 急称、千葉エンジェルス。所属、千葉県女子、ユースサッカーリーグ。ありがとうございます。